ビジャ・ウルキーサは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の北西部に、ある地区である。コムーナ12に属しており、2001年の人口は89,360人で、ある。地区の日は、毎年10月2日である。ウルキーサ地区は、標高約40メートルの大地上にある。ビジャ・プエーレドン地区、ベルグラーノ地区、ビジャ・オルトサル地区、コグラン地区、サーベドラ地区、 アゴロノミア地区と接しており、コンスティトゥジェンテス通り、クリソロゴララルデ通り、ガルバン通り、ヌニエス通り、トロナドール通り、ローズベルト通り、ロムロエスナオン通り、ラパンパ通り型地区との境界となっている。古い一軒家とアパートが共存する居住地区であり、落ち着いた通り、何本かの高速交通路、混雑した通り、住民の生活に安らぎを与えるいくつかの公園がある。 1902年に開業した鉄道のミトレ線が地区内を通っている。2010年には、ブエノスアイレス地下鉄の B 線が、ビジャウルキーサまで延伸し、ダウンタウンへの通勤者のベッドタウンとしての地区の魅力を高めた。トロナドール通りとコングレッソ通り各の住宅街当初、現在のウルキーサ地区域は、ビジャカダリナス、ビジャマッシーに、ビジャモデエロの3つの小地区で構成されていた。 ビジャウルキーサの建設者はフランシスコ・セーベルである。セーベルはアルゼンチンとパラグアイが戦った三国同盟戦争に参加し、1889年から1890年にはブエノスアイレス市長を務め、ブエノスアイレス西部鉄道の社長や商人でもあった。非常に標高が低いダウンタウンにカタリナスハトバという会社を所有していたセーベルは、 カタリナスに土砂を運搬して土地造成するためにこの一帯の土地を購入し、主にエントレリオス州出身者が従事して造成が行われた。造成が完了した1901年、同州の英雄であるフストホセでウルキーサにちなんだ名称への改名を要請し、この地区の名称がビジャウルキーサとなった。スンデルランドやクラブシン・ルンボーなどの未論が、 アルゼンチンロックの先駆者であるリット・ネビアのメロペア・レコーズなどが地区内にある。首都圏、フットサルトーナメントで3連覇を遂げたクラブピノーチョが地区内に本拠地を置いている。ありがとうございます。